フチューンはあるいはフチューンとはカシオ計算機から発売されている関数電卓をオーバークロックするソフトウェアである。電卓も講義にはコンピュータであるため CPU やメモリが存在する。通常の電卓であれば十分な速度を持つためオーバークロックの必要性は薄い。カシオの電卓は機能を追加すると同時に CPU やメモリも強化していったが fx-9860g シリーズ、fx-cg20、50などは省電力などの観点から性能をフルに出さず制限をかけていた。そのためプログラムやグラフの描画などが遅く、ユーザーの不満となっていた。その制限を解除し、クロック周波数を引き上げ、プログラムや演算の実行速度を向上させるのが、フチューン、フチューンである。これは、 当該電卓のアドインアプリケーションという任意のソフトウェアを実行できる仕組みで実行される。このソフトウェアは有志により開発されたものであり、製品の本来の使用方法から外れるものであるため、使用が発覚すると保証対象外となる。機種によって使用するソフトウェアが異なり、間違えるとオーバークロックできないばかりか故障の原因となることもある。 蒸気に記載のない機種はオーバークロックを行うことができない。カシオの当該電卓のクロックの仕組みは簡単に言うと次のようになっている。各クロックは IFC イコール SFC イコール BFC イコール PFC の関係を保たなければ危険である。そのためプチューン、フチューンでは正常に動作する、要自動調整される。 基本的に以下のような手順でオーバークロックは行われるソフトウェアをダウンロードし電卓のメモリに USB で転送するソフトを起動しまず最初にメモリチェックでどこまでクロックを上げても良いかテストするメモリチェックによるエラーを避けるため電卓を再起動する電卓が故障しない程度にクロックの上限設定をするこれはフチューン プチューンに設けられた安全設計の一つであり、設定したクロックを超える場合は、倍率が上がらないようになっている。上限設定を終えたら、IFC、SFC、BFC、PFC の倍率を設定する。順番に1、2、1、4、1、4、1、8が、バランスが取れており無難であるとされている。PLL の倍率を徐々に上げていき、異常が出たら止める。 f l l の倍率を pll 同様に上げる。メモリの冷点子を調整し、メモリの読み書きを高速化する。設定をメモリに保存して完了。t t p s egadget.blog.fc2.com ス l ッシュ blog-entry-153.html e-gadget d s h プログラム関数電卓グラフ関数電卓の o v e r ク、l o、e、c k ftune, ftune-egadget.blog.fc2.com2021 年2月23日閲覧 htps, egadget2.web.fc2.comslash a r c h i v e s s l a addin files tune up, ftune3 latest version リアドム3 j t x ティープチューム 3EAS SH7305CPG&BSC&DBSC チューニングユーティリティ4プリズム f x c g 5 0グラフ 90E2021 年2月23日閲覧ありがとうございます